手元のキャッシュに置いていくら借りれるって実際どこを見てるんですかって言った時に、うん、誠実さと情熱ですって言われる。コロさん、じゃあどうしたらいいですか？どこから語ればいいですか？金融機関、はい、要は銀行からですね、はい、融資を受け取るために必要なことを学びたいなと思うんですけど、まず北原さんは一番最初フランチャイズの始める時、うん、店舗目、2店舗目は多分ご自身で自分が創業して自分がビジネスモデルを作った2015年の5月に作った1号店に関しては銀行から500万借りた。これって銀行から融資っていうのが分かんないんですけど、うん、北原さんは普通にこう銀行に行ってお金貸してください、こういう事業をやりたいと思ってます。ああ、そうそう、銀行の融資課のところに行って話を聞いていただいて、うん、でそこでじゃあこれを出してくださいって事業計画書の元となるような紙渡してもらって、うん、そこに事業計画書ってのは収支これぐらいっていう風に入って、実際にその時ってもアフィリエイトで収益化してるからさ、うん、出そうと思えば全然キャッシュでいけたわけよね、うんうんうん、でも手持ちのキャッシュをいかに残したまま次なる事業をやっていくのかっていうのが、うん、初期のキャッシュフローがまだ潤沢じゃない時って必要なんですよね、うん、だから会社ってどういう時に潰れるのかって言ったら手元の残金がなくなった時に潰れるわけですよ、うんうん、例えば赤字叩いてても手元の残金がある限りは継続できるんですよね、うん、だから大事なのが店舗作った時に固定費っていうランニングコストが出る時にいかに残金を残した状態でスタートできるか、その残金の度合いによって取れる戦略だったりとか広告の打ち方だったりとか店舗として残しておける期間が長くなるわけですよね、うん、だから残金は残した状態で銀行から借り入れるお金が500万ぐらいだったら別にね、それを言うと500万だったらアルバイトでも返せるじゃないですか、うんうん、今日ちょっと厳しいかもだけどね、銀行からちゃんとお金を借り入れてそこを借り入れるっていうことを経験してやっていこうと思って銀行借り入れはやった。これは一番最初500万円借りようだったのか、それとも銀行が貸してくれるっていうのを決定してもらったのが500万円だったのか。僕はもう500万で、500万は難しくなかった。やっぱその時貯金もちゃんとあったから、うん、なんか500万だったら難しい。でもね、ぶっちゃけ手元のキャッシュに置いていくら借りれるって実際どこを見てるんですかって言った時に、うん、誠実さと情熱ですって言われた。へー、やっぱ銀行員さんも入り口で人となりを見てたりだとか熱意を見せられんかったりするとやっぱりね、落とされちゃうねっていう事例を何人も見てきた。そういう意味で言ったらスラバンクとか行くより絶対地銀とかの方がいい。いいと思う。特にあの三井とか UFJ とかメガバンクってもう相当な限りお金を貸さへんから、うん、ってなると地銀とかね、それを政策金融公庫とか一緒に引っ張れるし、で地銀の担当者と仲良くなっておいて、でちょっとその取引とかね、うん、多少やっとけば、うん、逆に向こうから来るから借りてくださいって言って、うんうん、北原さんの場合はどこの銀行でやったの？俺ね、最初の長野信用金庫さんっていうところ。いやだからその辺よね、絶対に、うん、いわゆる地銀だよね、うん、どっちかって言ったら銀行さんとのやり取りは続けといた方がいいんですか？ああ、それはね、続けた方がいいと思う。例えばね、うちの事業規模で借り入れ金額って僕、北原孝彦の借り入れ金額よ、1億いかないよ、かなり少ないわけよね、うん、なんならもう貯金でプッてすぐ出せる、うん、だけど、返せるんだけど返さないよ、すぐ返せるんで全部返しちゃいますねっていうよりも利息を払ってでも銀行さんとお付き合いを続けてた方がいいかなと思って、うん、ゆっくり返させてもらってる、うん、まあ、銀行からしたらそっちの方が美味しい、ね、そうなんだよ。銀行からしたら借りてもらえませんかっていうふうにもらったら、うん、ここで借りといてさせてもらった方が、うん、見てもらえるなと思って、あ、分かりました、じゃあ、そのね、それも分かってくれるんよ。銀行は北原さん借りる必要ないけど僕らは言ったからそこを利息っていう部分で払うことを理解してくれて借りてくれたんだって銀行さんは分かるわけよね。それこそでもこれ起業したいの人見てるわけでしょ。今のうち会社員やったら特に今のうちに地銀と仲良くしておいた方がいい。会社員のうちにやっぱやっとこうが信用があるから借りれるもん、めちゃくちゃ。あとクレーカーちゃんと作ってた方がいい。会社員のうちに。フリーランスになるとね、作れんから。うんうんうん。あとですね、ちょっと出したいのが銀行から借りるとかではなく国の制度を使ってみたいなやつなんですけど、うん、この辺ってなんかお二人利用されたりしてるんですか？めっちゃしてるの、うん、するものはする、うん、それこそなんかあのブース出店、助成金1個今度10月ぐらいまた出んねんけど、リアルのイベントのその出店費用とかが最大ね150万ぐらいとかもあったりとか、新しいのバンバン出てくるし、あと都道府県ごとに全然違う助成金とか補助金があるから、そのままいろいろ使ったらいいと思うけど、そう思ったら助成金とか受け取るためにも起業する前にもし勉強できるなら事業計画とかなんかそういう勉強しといた方がいいですか？いや特に必要ないかな。もうね、それ投資用のやつがあるんだよね。そう、投資用の事業計画だから、事業計画通り人生うまくいってたらね、そもそも俺らのチャンネルで
知ってます。ほんまそれだ。銀行員さんもね、多分形式だからこそ言うと思うんですけど、初月の売上はどれぐらい見込めると思いますかとか聞かれてたりとか、まだ出店もしてないんだよ、水道光熱費はいくらかかりますかってさ、知らんがなって。だってお客さんによって美容室の場合はね、水の量も全然変わりますよ。結局事業計画って本気で作れば作るほど分からんっていう話になるんですよね。通さなきゃいけないから、形式上の通す用の事業計画をちゃんとこう仮説でね、シミュレーションして作って出すっていうのはやるよね、だから勉強は必要ない、はいはい、第三者から出資をしてもらう、はいはい、投資家さんとかから個人的に出資をしてもらうっていう方法なんですけど、こういうのってお二人こう個人的に出資してもらうとかってあったりするんですか？俺はない。出資する場合はあるけど、個人的に出資をしてもらうっていうことはほぼない、俺も今バンバン出資はしてる。だけど赤の他人のところには出資しないね。自分の元で勉強してくれて、自分のビジネスロジックがトレースした人間にはガンガン出資する。だって勝つもんね、やっぱり。でも意外に僕に依頼が多いのがピッチトーク作ってくれっていう。え、何ピッチトークって？その投資家とか、はい、その辺の人たちに向けたプレゼンのピッチトークのシナリオを作ってほしいっていうのは結構来るんですよね。ただね、これね、賛否両論あると思うけど、僕のね、チャンネルを見てくれてる人は、事業を作るときって、初手は人の金じゃなくて自分の金でやってほしい、やっぱり。じゃないとね、よくベンチャーでね、何億引っ張ってきましたみたいな感じで戦ってる人たち、もちろん大成功されるケースもいっぱいあるんだけど、ほぼ負けてるからね。自分の金じゃないとさ、繊細にならんのよ、初手でね。自分のお金っていうのは、自分の名義で銀行から引っ張ってきた金でもいいから、キャッシュフローを潤滑に回さなきゃいけないのかっていうような感度をさ上げとかんとさ、結局その後人の金だけで全部やると全部どんぶり勘定でいっちゃうから、人に対してもリスクないからこういう対応しとけばいいやみたいな感じになっちゃうわけですよね。そこに自分のね血肉をちゃんと乗せるっていう意味で、やっぱり一回は初手は絶対自分の金でビジネスやってほしいなっていうのは、俺はそれやってよかったって思う。最後ですね、意図が変わってくるかもしれないんですけど、はい、クラウドファンディング、これを売っていきたい、こんないいのを発明したぜみたいになって、クラウドファンディングで出資を募ろう、うん、っていうやり方はありかなしか。ありでしょ。ありでしょ、うん、クラウドファンディングを使ってお金を集めるっていう時のいい事例とかコツとか、こういう風にやってったらいいんじゃないみたいなことか。それこそめっちゃいいんだよ。俺の昨日もちょうど俺パワポっていうか添削してたこうクラファンの子やったけど、もうね、過去クラファンで自転車が2000万ぐらいで、ちょうど今多分広告流れてるゴルフのパターが3000万ぐらい、おすごい、をクラファンで集めたのを裏でやってる子がいて、へー、その子のやつとかはクラファン全然いいなと思うけど、マジで。でもね、クラファンとかそういうのやるときに一個だけマインドセットでちょっと気ぃつけなあかんのが、まあ、クラファンってこう支援なわけや。でもあれ支援っていう名のついた投資やから、そこだけ間違っちゃうと募る側が、こんなにええもん作ってん、こんなすごいのどないって言っても、それに対してじゃあ共感して思いで金を払うかっていうと、そういうわけじゃないのに、だちゃんとそれ相応のリターンとか、金を出す側は基本的にやっぱリターンを求めてるわけだから、そのリターンをちゃんと設計してあげるとか、その辺を、そのなんか寄付と支援を間違えると、結局投資っていう概念があるわけだから、そこをちょっと間違えると死ぬでっていう。俺は普通にもう出来上がるもの、完全に還元できるものの予約サイトだと思ってるから、リターンいくつでも作れるじゃんね。だからリターンでただただ応援したい人っていうような支援だけの商品と、お礼のメールが届くっていうような支援だったりだとか、それとあとは作ろうとしている商品がちゃんと届く、商品とかも関係ないやんっていう、ここだよね。例えば北原を公園に呼べるとか、美容室ディアーズのシャンプートリートメント、クラファンでやったんですよ。300から400万ぐらいね、ご支援いただいたわけですよね。でもちろんシャンプートリートメントなんでね、ものがあるわけですよ。だけどね、僕はクラファン基本一回やってもやらんって決めたんですけど、やらんって決めた理由がいくつかあって、まあそのもうキャッシュが潤沢にあるから、クラファンで集める必要がないっていうのと、クラファンっていう形での見込みのお客さんを集めるっていうやり方よりも普通にセミナーやった方がいいよねっていうところに行き着いたわけですよね。で、あともう一つがクラファンの怖いがあるのはね、返しきれないリターンを出してくださる方がいらっしゃるんですよ。例えば過去にお話を聞いて差し上げた方とか、アドバイスした方が、北原さんがクラファンリターン募ってるからっつってシャンプートリートメント買ってくれたんですよ。でもシャンプートリートメントの最低値っていうのはこっちで値段決められるんだけど、クラファンでお金入れてくれるときってアッパー値って向こう側が自由に決められるんですよ。ちゃんとトリートメントのワンセットでいくら払ってくれたと思いますよ、その人。5万円。僕も5って思いました。クレジットカード金額マックス入れてくれた30万。すごっ。
でもこれさ、もう30万そこでチャージしてもらっちゃってもさ、返しきれないぐらいの恩を背負っちゃうじゃん。うん、だからうわクラブオンコントロール効かねえから怖えなと思って。俺と翔さんでちょっと前にさ、YouTube のライブやったじゃないですか。はい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 、はい。で、俺と翔さん意見一致して、もうスパチャなくてもいいよってね、うん、あれ難しいからって、うん。で、人によってはね、もう満単位のスパチャ入れちゃうじゃんね。入れるね。いいよそんなん入れなくて。で、それよりも普通に楽しんで見てくれて、うん、僕らからしたら上から順にコメント欄をね、うん、読んでくれるといいけど、スパチャ入っちゃうと。そこ優先せんといけないんちゃうじゃんね。ただね、そこでお金払うんだったら会いに来てよとは思うよね。だからそれこそ最近コメントでも金をくれるやん。知らん。それ YouTube のこと。YouTube の俺初めて見て自分のやつで。それ YouTube の最近の仕様。そうですね。スーパーサンクスっていう。ああだからコメントでお金を入れると返信する側もちゃんと返信してやろうってなるからだろうね。いや俺だからもう思わずすげえこんなんあるんですねって返信しちゃった。誘導してるわけちゃうから。そうですね。違うからね。違うからね。今日こんだけなんかバーって言ってたけど、クラファン、銀行、出資者、いろいろあるけど、そっからガーって可能引っ張る、その原動力があるんやったら、多分自分で作るよ。あ、マジですよ。本当それで原動力があるんだね。うん。ぜひちょっと、もうお金がかからずに、あの事業を成功させていきたいという方は、他の動画でもお話いただいておりますので、ね、見ていただければなと思います。はい。はい。僕もちょっと頑張るんで。全然ね、頑張るって顔してないんよ。もうこういう感じじゃん、頑張るんで出資してもらっていいみたいな感じじゃん。よろしかったら概要欄の方に北原貴彦公式 LINE をご案内させてもらってますので、よかったら友達になってやってください。同じく概要欄の方に相方翔さんのチャンネルねご案内させてもらってるので一緒に見てね。あとよかったらぜひチャンネル登録の方と高評価の方をどうぞよろしくお願いします。今回もありがとうございました。またよろしく。